アロハ、こんにちは。 DJ ソアライズメロジャム TV Final Fantasy Record Keeper やっていきたいと思います。はい、最近ちょっとほんと毎日更新できてなくてちょっとすいません本当に。ってことでイベントダンジョンこれやろうと思っていつも撮ってるんですよ。ってこと期限2月7日近いのがあるのでやっていこうかなと思います。霊式なんか僕なんだろう初見に結構こだわるところがあってプライベートでも FFRK は毎日やってるんですけど、まあ、朝起きたらまずログインしてるんですけどね。なのでなんだろうやってはいるんですけど決勝周回とかイベント系残しちゃう傾向があるので一気にやりたいと思います。まあ、ちょっとこれ僕の画面見ると分かると思うんですけどだいたい1時前ぐらいに家に着くんですよ。で朝は7時前には起きるのでなかなかそこから撮影ってなるとなかなかなんですよ。言い訳です、忙しぶってすいません。ってことでではちょっとやってみましょうか。まずは僕なんかそうですね歌が流れてますね。ちょっと僕の個人的になんですけどこの新しいイベントがシリーズで始まるたびにそこからパーティーを組み直すというかなんだろう古いパーティーのまんまになってるのでここで更新されるって感じですね。そうやって僕のこの一緒に皆さんと成長過程を見守っていただけたらなと思います。今現在セットされている霊式のメンバーなんですけどエース、ジャック、レム、マキナ、デュースちゃんそんな感じになってるんですけどエースが一応技は変更になってるですね。シリーズ10超絶バースト星6戦技だったと思いますこれですね。 OKまあ、シリーズチェーンはまあ使うか使わないかはあれですがジャックもなんか新しい技は持ってないね。超絶で頑張ってる感じですね。なるほどです。レムちゃんも新しい新規は手に入れてないから覚醒星5戦技ですね。星6戦技欲しいですね。おっしゃマキナちゃんはそうマキナちゃんも一応チェーンを手に入れてあげたんだけど超絶初力戦技でもって、まあ、チェーンを一応持っているというマキナちゃんです。デュースはデュースも覚醒持ちどうしようかな。最初開幕エースチェーンやってからのマキナの覚醒でいこうかな。そんな作戦いこうかなと思いますがデュースちゃんはエースストライカー的なやつにしましょうかね。戦士の成長マキナちゃんで速攻感じにしようかな。 OK、まあ、この寄りにはなってるかなと、まあ、この辺はまあ高難易度で変更しようかなと思います。では行ってみましょうか。特に新しい新規の技は持ってはいなかったのでフレンドさん使っていきたいですね。せっかくやるんで見たことない技とかあったら見たいかなと思うんですがなんかちょっとじゃあライトニング姉さんのリミットブレイクオーバーフローを見てみたいので使わさせてください。おお3体出てくるのか。オッケーやってやろうじゃないでしょうか。はい、ファイナルファンタジーレコードキーパーメロージャム TV ファイナルファンタジー霊式ですね。挑んでなかったイベントちょっと進めてみます。期限も近いというのでね放置気味だったんですがやってみたいと思います。それでは行きましょうか。おーっとでいいのかな。行くぞ。おーっとだとフレンド召喚やってくれないのかな。お野菜をプレゼントしたいのでゲージ溜まってないからだ。そうか、リミットブレイクオーバーフローはゲージ溜まってないからだ。すいません、お野菜を渡せなかったです。はーい、そうだそうだ、ゲージを貯めないといけないんでしたね。月ダンジョンクリア、強化ソード。お、なんか音楽ゲットできた。よっしゃ、行くぜ。オッケー、戻る。強化された兵士。オッケー、強化されちゃったか。そこや、片付けてやるぜ。ちょっとそうっすね、まあ、最近ほんと今週ほんとファイナルファンタジーレコードキーパー取れてなかったっすね。ちょっと仕事もうちちょっと昼間結構実は忙しいっちゃ忙しいんですよ。朝早くて事務所の引っ越しとかもあったので、それが結構週末も土日も忙しかったですね。土曜日はまあ DJ だったんですけど、まあ、日曜日も休日出勤って感じだったので、大体日曜日に取りためする傾向があるんですが、取りためができなかったんですよね。これどうですかね、取りためして1週間分取ったやつを毎日1個ずつ出していくっていうの、割と結構それやってたんですよ僕。なのでこれ悩むとこなんですよね。ちょっとなんか見たことないの見たいですね、せっかくなら。あ、どうしよう、ちょっとライトニング姉さんリベンジでちょっとシンクロ見たいですね。なので、まあ、できればその日に撮ったやつを次の日の朝あげたいからっていうのは個人的にあるんですけどね。ちょっと頑張ってみます。頑張ります。頑張らせてください。ちょっとこのイベント系だと結構需要は結構少ないので、いろんなことトークできたらいいなと思うんですけど、まあ、最近あったことどうですかね。まあちょっとコロナウイルス皆さん気をつけてください。日本でも結構感染者出てるみたいなので、まあ、僕も結構マスクっていうのはこうなんだろう、花粉症の時期じゃなくても普段日常でも結構つけてはいるんですけど、僕の実写見てる人だったらあれかもしれないですけど、僕サングラスも結構毎日つける傾向があるので、しかもフードもかぶるんで、フードかぶりながらサングラスかけてマスクつけてたらマジで変な人ですからね。はーい、それとちょっとあれでなんだろう、僕目が結構弱くて、夜とか歩いてたらもう車の光あるじゃないですか、車の光、ヘッドライトの、めちゃくちゃ目が眩しくて結構困るところがあるんですよね。しかも調子いいやつ、ハイビームでこう来たりするやついるじゃないですか。まあああいうのでも目がめちゃくちゃ痛くて残像残っちゃう感じなんですよね。そういった意味でも僕結構夜でもサングラスかけてるんですよ。といってもこうなんだろう、暗くても見えるんですよ、見えるようなサングラスかけてるんですけど、薄いやつで紫外線の量によってその防御するやつをこう調整してくれるっていう特殊なレンズのサングラスかけてるんですけど、まあ、一応そのサングラスの紹介動画っていうのはまあ実写ではやってるので、興味ある人は見ていただけたらなとは思うんですが、まあいろいろせっかくなんだろう攻略系の動画ではないので、いろいろなプライベートなこととかも話していこうかなと思いますね。まあまあそんな感じで、まあちょっとマイサングラスかけてますね。実写でも、まあ、キャラ設定っていうのもあるんですけど、本当に目も悪いんですよ僕、眩しくてっていうのもありますね。あとなんか小さい頃に小学校ぐらいですかね、僕まあ図工とか好きなんですけど、図工の授業かなんかで鉄をこう砕くみたいな、こう削るみたいな授業があった時に破片が目に刺さった時、目に当たった時あるんですよ。でそっから目の焦点が若干ずれるみたいな感じがあるんですよね。目をちょっと守るって意味でも目がちょっと怖いんですよね、なんか飛んでくるのが。そういった意味でもやっぱ、あとコンタクトなんですよ僕、視力が低くて、健康診断とか僕献血もやったりとか、血液検査とかそういうのすごい、数値とかも問題ない標準の数値になってるんですけど、視力だけが悪いんですよ、目が悪くて。目を守るって意味でもサングラスはかけてます。本当にそういった意味でも本当それが一番でかいかもしれないですね。まあかっこつけて買ってるっていうのもあるんですけど、正直目が結構心配なんですよね。なんか飛んできた時に目に当たるのが怖いっていうのもあるので、はい、そんな感じで。おっしゃ、あと最近あった出来事、まあなんか僕実写の動画結構いろんな好きなYouTuber さんのやつとか結構いろいろこのゲーム実況以外でも結構見るんですけど、なんだろう、ヒカルさんとかラファエルさんとか結構見るところがあるっすね。まああるんですけど、まあ、ガードマンさんも結構よく見るんですけど、まあ、最近ちょっと動画が上がってなくて、検索した時に引っかかった、なんかたまたま引っかかった、なんだろう、ほんと10人ぐらいしかいないような YouTuber さん、まだ登録人数が、その人がなんかガードマンさんなんかその動画を上げてないみたいな、こうモノボース系みたいので上げてる動画見てコメントしたんですよね。まあなんかちょっとキッズっていうかこう若いと思うんですけど、なんだろう、なんていうんですかね、まあああいうのって結局エンターテインメントじゃないですか。そのガードマンさんにしろネタというかやらせというか信じちゃうのはあれじゃないですかって僕は思うんですけど、まあ、柴田さんとかのこのモノモース系とかでも戦略というかもうただ悪口を言ってるというよりは計算してるというのがすごい感じるんですよ。頭いいなっていうか、そうじゃなくてなんかそういうのだけを真似してやる人っているじゃないですか。こうしかも中身の内容がないようなモノモース系の YouTuber みたいな、結構ミズニャンさんとかのコレコレさんとかも見るんですけど、まあ、基本的にやっぱりああいうやっぱ続いてるっていうか昔からやってる人ってやっぱ中身が結構割と説得力があるというかってのあると思うんですよね。あともまあ考察系用 YouTuber でも僕結構見るんですけど、キリンさんとかやっぱああいうのってトークが面白かったり一応考察してるっていうか、それが真実かどうかっていうか、そういうのって誰も分かんないっていうか、まあなんだろう、都市伝説系とかなんで、その話の内容とかもそのエンターテインメントで楽しむっていうのはすごいあると思うんですよ。まあ、そういった中でもなんかただ単にこう悪口言ってるようなその底辺 YouTuber さんの、一応僕動画全部見るんですよ、そういうのって。一応開いたからには、まあ、一応でも割とコメントとかも残したんですけど、まあ、その動画って結局消されてるんですけど本人自体が、まあ、他にもなんかコメントが結構書いてる人がいたんで、多分ちょっと荒れたんでしょうね結局動画を僕そのまあそしたらなんか一昨日ぐらいですね、多分この動画が上がる時もいつになってるかわかんないんですけど、柴田フレンドさんちゃんと選ぶの忘れてました。でもちゃんと使いますんでお野菜受け取ってください。そしたらなんか僕のことなんでしょうね、僕他の動画もそういうなんだろう、1個だけじゃなくて何個か動画絶対見るんですよ。なので、まあ、やっぱりちょっと中身がないかなっていうモノモース系目指してる YouTuber の方がいたので、ちょっとコメントをしたら一昨日ぐらいですかね、2日3日前ぐらいになんか僕宛てになんかなんだろう、モノモース系の動画を上げてる動画を上げられてましたね。内容は全然面白くなかったですね。つまんない感じでしたね。その中でそのサングラス外せよみたいなのを言われてましたね、僕が。でも僕の動画にはコメントはしてこないですね。で、なんだろう、コラボしましょうみたいな言ってきて、LINE を教えてくださいみたいに言ったんですけど、まあ正直無理ですねっていうのがあって、まあなんだろう、メリットがないというか、あったので、なんか企画あるならくださいみたいなのを送ったら、陰キャと陽キャでラップバトルしてみたみたいなのが来たで、やりませんかみたいな。ちょっとそれは厳しいなっていう。僕もやっぱ DJ 活動をやってる中でいろんなアーティストと知り合いというか、メジャーのアーティストとかも知り合いがいるので、本当その陰キャの方をまあディスするわけじゃないですけど、それでなんかそのラップブームみたいなので、その中身のあるうまいこうなんだろう、やらせというかエンターテインメントになるようなバトルになるんだったら、僕も動画で出し合ったりとか共演してやるっていうのはメリット、お互いメリットのあるだったらいいと思うんですけど、ちょっと中身が薄すぎるなというか色だったので、僕はちょっとそれは乗れないなというか、まあ、そもそも都内に住んでる人かどうかわからないんでね、まあもっと僕にこう動画内とかも絡んでくれるんだったらいいんですけど、ちょっとあれですね、何をしたいかわかんない方だったので、僕はそのアンサーは返さないことにしようかなという感じですね。まあ、せめて僕のこの動画にもっと絡んできてくれるんだったらコラボしたいなっていうのがこう熱意を通じるんですけど、その辺がちょっとまだまだ多分キッズなのかなっていう感じはしましたね。まあ、それで僕はもっとこのゲーム実況に力を入れていきたいので、というよりも早く OD とかを倒さなきゃいけないので、ちょっと構っている場合じゃなかったっていう感じはありますね。っていうので毎日更新頑張っていきたいと思います。まあなんでサングラス上げてんだって思ってる人も多分いると思うんですけどね、まあちょっとそういった意味でも目が弱いんですよ僕、光にっていうのもあります。はい、まあなんかディスのコメントが全然僕はウェルカムなので、思ってる人はいたらなんかとか、あとこういうのやってほしいみたいな、早くオーディン倒せみたいな、井戸目みたいな煽りも全然フィードバックとして受け止めるので、ぜひなんかアドバイスくれたらと思います。まあいろいろなんだろう、こうイベントと用のなんだろうあげるのって僕結構あげてると思うんですけど、こういう時にこういう話をしてほしいみたいなのがあれば、お題があればその時にやりますね僕、せっかくなので。さすがにちょっとなんかこう魔石とかやる時にはあまりフリートークやるというよりは、その戦いの実況とかになるのが多いと思うので、例えばなんだろう、時事ネタやったりとか、そういうトークとか、普段 DJ こうどういうのやってるんですかみたいなとか、なんかそういうのとか、なんだろう、フリートークをもうちょっと視聴者様の求めてるものをやってみたいな。あともう海外動画上げてるので、海外動画の実写は見ないけど海外の話してみたいな、僕のその実写には興味ないけど、このゲーム実況のこの中で海外の話してよっていう人がいればやりたいですね。なんかそういうのとか僕はちょっとコンスタントにやりたいとは思うんですけど、なんだろう、それをきっかけに海外の動画見てくれればと思うんですけど、多分きっと海外動画見てる人もゲーム実況の動画って見ない人が多いので、そういった意味ではなんだろう、ネタバレをなんだろう、海外の動画全然更新してないんですけど、なんですかね、いわゆるネタバレになってもきっと多分視聴者層は多分違うのかなと、同じ一つのチャンネルでやってますけど、まあいいのかなと思ってます。まあタイムリーな話で言ったら、まあ今月は私事なんですが、まあ、誕生日月間ということで、誕生日ではあるんですけど、このハザーマーって人のことちょっとこれ使ってみましょうか。なんですけど、まあ、海外行ってきますね。誕生日もろかぶりでちょっと海外行ってきますね。これは偶然なんですけど、まあ、先輩がもう海外のチケットとホテル取ってくれて、まあ誕生日プレゼントってわけじゃなかったと思うんですけど、たまたまかぶっててプレゼントしていただいたので、まあ、海外動画また撮ってくるんですけど、まあ、もちろん撮影しに行ってきますが、まあ、それの編集とかもねしたいんですがねって思ってますね。まあ、今後やりたいことも海外動画を常に今ストックがあるものを早くもう消化するってことですかねっていうのと、もっとゲーム実況のコンスタントに上げていくってことですかね。個人的になんだろう、あれこれどうなんだ、これ攻略見てなかったけどダメージが減ってないぞあいつ、このロボット甘い言われちゃった、マキナちゃんに甘いっすよね、すげえ。おーっとエース効かねえ、また炎が効かないのかな、そういうこと。エースかっこいいな、エースシンクロ欲しいな、エースシンクロ覚醒欲しい。もしかして炎が効かない、あってわけではない、魔法は効かないのかな。もう一回行くいかないや、よっしゃ、じゃあシュポーンシュポーンいってますね。おお100しか食らわない、どういうこと。じゃあベアリスちゃんにとどめさせてもらいましょうか。 99,999 でしょ。 OK、まあ、そんな感じで、その海外行ったりとか、あ、もう一回出てくるのかな、なんか。ブブ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 ブ。じゃあ、ヘイスが使ってこうか。で、なんですけど、なんだ。そのゲーム実況。ちょっと、キングダムハーツなんですけど、新しく、ダークロードやつ、新しいの、始まるじゃないですか。あれはもう初期組として僕、やろうと思ってます。ちょっと僕の中で、ソサゲは、FFRK だけにしようと思ってたんですけど、ちょっとキングダムハーツだけはちょっとやろうかなと思って。で、ユニオンクロニクスでしたっけ？何でしたっけ？あれって僕ちょっともう手遅れすぎちゃったのでやってないんで、今更はもうやんないので、あれなんですけど、新しく始まるダークロード。あれはちょっと初期勢としてやってこうかなって思ってますね。しかも一応、無課金でやろうと思ってます。他の動画でも多分一回言ったとは思うんですけど、一応無課金で、他の動画っていうかまあ別の、なんだろう、チャンネルはこのなんですけど、ちょっと無課金でやるキングダムハーツダークロードやっていこうかなと思いますね。はい。ちょっとまあ今後やりたいことって言ったらまあそうですね。まあゲーム実況もっとやっていきたいですね。で、個人的にはライブできる、ゲームをライブ配信できる環境が整ったら、いろいろやっていきたいゲームありますね。もちろんスクエニしかやんないですけど、まあ、聖剣伝説2、3、ファイナルファンタジー6あたりやっていきたいかなっていうのはありますね。あと、クロノトリガー。まあ、一応個人的にはファイナルファンタジー7のリメイクやりたいんですけど、まあ、実況はやんないかなっていうところはありますね。ちょっとなんか、敵が一瞬で倒せなくなってきたんですけど、なんかちょっと、フレンドさんなんか使わせてください。なんか、あ、このケイトさんのちょっとこれヴィンセントの覚醒ちょっと使ってみてもいいですか？僕も持ってないんでね、ヴィンセントさんのちょっとじゃあ実況スタイルでいきましょうか。おーシェット、スタミナがなくなったか。スタミナ回復薬使っちゃおうか。オッケー、ではやりましょうか。ロボット倒しましょうか。ロボットちゃん倒します。どうなんでしょうかね、強いのかな。チェイン使うか。オッケー、エースのチェイン、まあ、スピード5なんですけど問題ないでしょう。てかシリーズチェーン初めて使ったヘイスが入るでしょ。これでホーリージャーでアルジャー使っとくか。撫で切りで甘い使ってこうか。で連続ファイジャー使いたいんだけど、サポートデッキ使おうかな。おっとっと、甘いマキナちゃん覚醒使うぜ。次マキナでちょっと重式ちょっと使ってみようかな。でちょっとウルトラケア使おう。回復使おう。ケアルじゃん。何これ、覚醒だ。でヴィンセント社の覚醒使おうかな。なで切りいいね、回復してるね。ちょっとなんか強いな。ちょっとちょっと強ない？壁張らないからだ。なるほど。っていうかそっか、そうですね、僕のシリーズ最近で考えたら基本プロシェルヘイスが使ってるからだ。そうっすよね、基本使ってんだった。そう、強っ倒せっかな。まあできる、死ぬなよ。強っ、おお強っ、もう一回行くでしょ。強っ、うわ、なで切りじゃない方がよかった。うわ、死んじゃうんじゃない。ボンボクラー待って、うわ、ちょっと油断してた。ちょっと壁にします。しかも今あれだったな、倒せるっちゃ倒せたな。なんだかんだちょっと情けないな。久々にこういう普通のイベントで倒せなかった。ちょっと壁にしようかな。じゃあそうでしょう、倒せないなんてことが。新兵器使わせてください、 DPDS さん。 OK、 ちょっとこいつ強かったぞ。そうやられたぜ。ちょっと舐めてましたね。舐めないのが、舐めちゃいけませんね。そんなに僕も霊識強いわけじゃないですからね。しかもスピードが多分もう3ぐらいにしとこう。それもでかいっすね。攻撃めっちゃ食らってたからな。誰でいく？壁はうでしょ。やるじゃあ。なで切り甘い。重式一応使っとくか。食らうね。甘いってね、まあ、甘かったっすよさっき。マキナちゃん次覚醒ね。サポートデッキエースちゃん食らうね。ちょっともうすでにちょっとまた死にそうやん。うわ、新壁入ってなかったのかまだ。くーあるじゃん。死ぬやんこれで。ボッポクラちょっと撫でるか。連続ファイショーちょっとしつこいな。今回はさっきと違ってマキナちゃん生きてるんでね。ちょっと参ったな、回復があれだったな、追いつかなかったというか新壁が遅かったな。まあ軽くは問題ないじゃ問題ないかな。おおおお、また死にそうやん。ちょっとどういうこと。ちょっとマキナちゃん死んでる。ちょっとどういうことこれ。ちょっと壁のタイミング死ぬなよ。お前も死ぬんかい。嘘でしょ。マスクリになんないっしょこれ。ちょっとこんな苦戦、ノーマルダンジョンイベントで苦戦したのコンティニューしちゃった。リターンでしょ。ちょっとスピード1でやります。ちょっと舐めてた。くっそ、なんなのこれ。どういうことっすか。めちゃくちゃやばいじゃないですか。なかなかないっすねこのイベントダンジョンで。1にしよう。まずはチェーン。スピード速いやつがいいな。すぐ新壁を入れたい。ああ頼むぜ。やるじゃ使っとくぜ。なで切り甘い。ちょっとファイジャーにしよう。全然乾燥してるね。多分一回攻撃来るでしょう。新壁入る。オッケー。やっぱスピードが速かったからだな。タップの差でこんなに差が出るっすね。オッケー、新壁入った。強っ。スピード大事だな。スピードだけでこんな変わる。しかもあれでしたね、シンクロ覚醒使うの忘れた。倒すぜとケアルジャ強っ。オリジャでいこう。ケアルジャ強いね。攻撃量やっぱ多いね。ちょっと死にそうだけど。オーリージャケアルジャケアルジャ2回目ありがとう。よっしゃエース生きてる。いいんじゃないの、いいんじゃないの。でもアキラちゃん入るでしょう。覚醒しつこいな。しつこかった。3度目の正直、ほんと3度目の正直。そこだ。あと 2% 残しベアリスちゃん使っちゃうぜ。倒しました。やっと倒しました。ちょっとやばいな、やばかったな。これはまずい感じでしたね。オッケー、なんとか倒したぜ。でもってダンジョンクリア、ロゼッタゲット。決勝は嬉しい、決勝嬉しい。でもってどうなんでしょうか。あと何体いるんでしょうかね。あまりちょっと気にしないで進めてましたけど、ラストですね。オッケー、どんなやつ人数、あ、こいつとやんのね。これちょっと油断してるとやばいな。ヘイスト使うんでしょ。バニッシュレード使わないとまずいな。そうでしょう。ちょっと待って、なんか攻撃食らわなかったような気がするんだよな。なんかよくわかんねえな。バニッシュレード誰が使えるんだろう。あ、デスペル使えるじゃん。ジャック、いや待てよ、まあ、これでいいや。ジャックで使うか。いやもうレムにしよう。レム、いやジャックで持たせよう。こいつすげえな、デスペル使えるんだ。新壁使わせてください。お、ミスターカズさん。カズさん、すごいっすよね。強いっすよね。カズさん、使わせてください。応援してます。オッケー、ちょっとやるか。ちょっと一発で今回クリアしたいですね。ちょ、マジなめてたっす。オッケー、やるか。いや、マジで、あ、音しちゃった。まずエースちゃんで、チェイン。OK でヘイスが入れますと、ヘイスが入れますとと、ほら行くぜ。ケアルジャー、ちょっと待ってよ。甘い甘い、どうなんでしょうか。まだヘイスが使ってないですね。オッケー、やっぱスキル大事だな。さあ、いくぞ。いっちゃいっちゃえ。出壁、出壁のグリモア。これがあるかないかで全然違う。あ、ここでヘイスト使うのね、こいつ、この旦那。ジャック次でデスペル使うぜ。ファイジャーあれじゃ覚醒、これ整えるか。あ、魔法ドラが効かなくなるのね。あー、説明読んでると分かるっすね。え、魔法効かなるってことでもデスペル効くんかな。まあ、やってみますか。うわ、これ参ったな。効かないんでしょだって。まあ、チェーンの足しになるか。あ、効かないね。しつこいな、しつこいな。まあ、ダメージは悪くないですね。カンストもしてたんで。オッケー。おお、効くね。ケアルジャ。魔法は効かないと。魔法剣と侍で攻めるぜ。マキナちゃん強っ。2回でよっしゃ、次のやつで仕留めるぜ。シェインもちょっと切れそうだな。ベリアスちゃんやっちゃって、あ、いいんじゃないの。1回目ケアルジャーでいこうか。あ、こいつも魔法効かないのね。参ったな。回復回復。まあアキラちゃんのあの反射すごいっすよね。優秀。うわ、チェインが切れる。アキラちゃん2回目。ウルトラキュア。ちょっとマキナちゃん一人で頑張ってるな。いいんじゃないの。あと 14%。 魔法は効かないぜ。マキナちゃんで仕留める。反射超絶。ケアルジャウルトラキュア。やっぱスピード大事っすね。よっしゃ、終わった。マキナちゃん強えな。地属性のスタメンでも活躍してもらってます。ってことで、お、決勝、決勝じゃないか、特大これを、はい、決勝に変えれるようになってくれー。その頃にはでもなんかもう困ってなさそうな感じもしないでもないんですけどね。あ、決勝いっぱいくれた。4つずつか。嬉しいですね。ってことで、今回はこれで倒すことができました。クリアすることができましたね。期限は守りました。報酬もゲットしておきましょうか。はい。ってことで、霊式ですね。霊式のイベントダンジョン。7日まで。ってことで、この、なんとか、なんだこれ。命がけした友からの伝令なんですかね。クリアしました。次は筆下ろしやろうかなと思いますね。ちょっとどうなるかわかんないんですが、やって次回やりますので、まあ、期限ギリギリやると思うので見ていただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございます。DJソアライズでした。ありがとうございます。最近はハロー。